どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日はですね、こんな犬ともに気をつけろということで、ワンちゃんのね、通じてできるお友達、ドッグランだったりとか、お散歩中だったりとか、いろんなところで、ね、犬ともってね、できたりすることが多いんじゃないかなと思うんですけども、ただですね、こんな犬ともさんには気をつけてねっていうのがいくつかあったりします。気をつけないと知らないうちにね、なんかね、嫌な空気になってたりとか、最初はね、お互い仲良かったのに気がついたらね、距離が遠くなってるみたいなことがあったりしますので、ただね、距離が遠くなるだけだったらいいんですけども、お互いにね、イメージが悪くなる場合もあったりするので、実はね、相手っていうのは選んだ方がいいのかなって個人的には思ってますので、ぜひ皆さんもね、こんなね、お友達近くにいないかどうか気をつけて見てみてください。まずは一つ目ですね、個体ではなくて犬種で見てくる。どういうことかっていうと、この犬種っていうのをやっぱり結構あるじゃないですか。まあ大まかな性格っていうかね、ある程度そういうのは確かにね、ある部分はあると思います。ただ別にね、個体でっていうだけであって、1個体1個体を見ていかないと、例えば柴犬って荒っぽいよねって、ちょっとね、遊び方が荒い子たちが多いんだけども、全てのワンちゃんがっていうわけじゃないんですよね。チワワってああだよねとかこうだよねっていうのを聞いちゃうと、まあ飼ってらっしゃる方って、まああんまりいい気持ちしないんじゃないかなって思っていて、でもしね、自分が例えばトイプードル飼ってるとして、トイプってこうだよねって言われると、別にそれがね、自分の子がそうじゃなかったとしても、なんか言われてやっぱり気分が良くなるっていう方はいないと思うんですよね。なのでこの犬種はみたいな見方をしちゃう方っていうのは、ちょっとね、気をつけていただいた方がいいかなと思いますので、1個体1個体みんな違うので、やっぱりね、周りがちょっとね、気になることは言わない方がいいかなと思いますので、ぜひね、気をつけてください。2つ目ですね、2つ目は他の飼い主さんの悪口を言うということですね。ワンちゃんのね、飼い主さん同士の中であるあるだと、嫌われると思ってやってるっていうのは知らない方が多いのかなと思っていて、特にワンちゃん初めて飼った方だと、よくね、どうしたらいいかわかんないっていうのがあって、そこからね、普通はね、これしちゃダメだよ、例えばドッグランで他の子にしつこくしてるのに、そのまま話しっぱなしで見ちゃうとかっていうよりは、しつこくしたら話さなきゃって、どの状況で話さなきゃいけないのかとか、どこまでだったらとかっていうのもわからないから、ついつい見ちゃってて、知らないうちに嫌われるみたいなことがあったりします。なのでわざとやるっていうことはほとんどないんじゃないかなと思っていて、まあ、本人に直接ね、こういったことがまずいんじゃないのっていうのを言ってあげるっていうのは全然いいと思うんですけども、ただですね、やっぱり陰で言っちゃったりとか悪口言ったりするっていうのはやっぱりあまり良くないんじゃないかなと思っていて、キャンプを譲ってたとえその人が正しかったとしても、ちょっと方法間違えると危険なことになりやすいのかなと思いますので、せっかくね、知り合った仲いいお友達の集まりとかもね、大体これで壊れちゃうパターンがほとんどなんじゃないかなって思ってます。ワンちゃん同士のお友達ですね、お互いに尊重しながらね、やっていただけるとね、一番いいんじゃないかなと思いますので、陰口や悪口は言わないようにしましょう。3つ目ですね、3つ目は独自のトレーニング理論を押し付けてくる。なんだかわかんないね、トレーニング理論を押し付けてくる方いらっしゃるんですよ。例えば他のワンちゃんに会った時に吠えちゃいますっていう子に対して、例えばきつく叱んないとダメだよって、ちゃんとダメって教えてるとかっていうのも、その方のワンちゃんに対してはもしかしたらそれで効果があった、それで効いたのかもしれませんね。正直に言うと個体個体で違うから、その方がね、例えばそのやり方で教えてますっていうのは、まあ度を超えてなければね、ほんとうちはうち、よそはよそじゃないけども、トレーニングの仕方もね、そこによってまあかなり違ってくるっていうのはあるんですけども、度を超えなければね、自分と愛犬だけの関係性の中で完結してる分にはいいんですけども、やっぱり他のね、方にね、教えてあげようか、やってあげようか、こういう教え方しなきゃダメなんだよとかっていうのはちょっと危険なのかなと思っていて、もちろんね、ワンちゃんたちっていうのはその研修ももちろんあったりはするんだけども、それよりもね、やっぱりね、ワンちゃんのね、個体の性格がやっぱりあまりにも違いますので、うちの子でやったことを同じことをやったら同じ結果になるかっていうと全然ならないことがあります。うちもルナ、アカリ、ジェット、マリー、みんなやっぱりね、接し方は正直に言うと変えてるつもりはないけど変わっちゃうんですよ。なのでもちろんね、その子が嫌がんないことがその子にとって嫌だったりとかっていうのもあったりしますし、感じ方っていうのも人それぞれ、ワンちゃんそれぞれだったりしますので、本当に困ってる方はトレーナーさんに見てもらってやるのが一番いいかなと思いますので、私はね、こういう方法でやってますよっていうのも、もちろんね、何か困ってる時にはね、それでうまくいったっていう経験でその人を助けたいっていう気持ちがあってのことだと思うんですよ。それはわかるんですけども、ただですね、絶対にどの子でも合うっていうわけじゃないので、ぜひね、気をつけてね、やっていただけたらいいかなと思いますので、あんまりね、押し付けてくる人とは正直ね、距離取った方がいいのかなと思いますので、皆さんもね、気をつけてお付き合いください。はい、ということでね、ワンちゃん友達ですね、
結構ね結束するのが早いんですよ。共通の趣味持ってるからグッて集まるんだけども、ただなんかすごい簡単な弾みでバチンって壊れるイメージがあるんですよね。それってやっぱり私たちの中でもワンちゃん通してやっぱり人同士だとねちょっとまずいかなって思うことでもね、例えば人の悪口言っちゃいけませんなんて小学校でも言われるじゃないですか。でもそれがなんかワンちゃんになると許されるっていうか、ちょっといいかなって思っちゃうところがあったりとか、そういうところがねちょっと問題になってきちゃうんじゃないかなと思いますので、私たちも人です。あれが間違ってる、これが間違ってる、ああじゃない方がいいんじゃないかって思うこともあると思うし、思ってもいいと思うんですよ。ただね思っても心の中にしまっておくとか、あとは本当にねそれに対して、何か思うことがあるんであれば、本人にね実はこういうの嫌がる子たち多いからそうしない方がいいよっていうのをねそっと伝えてあげるっていうのがね本当の犬友なんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもですね、せっかく皆さんね集まって仲良くなった同じワンちゃんというね分かり合えるねやっぱり趣味を持つ方たちの集まりだと思うんですよね。なので仲良くね一緒にいられればね楽しいことこの上ないと思うんですけども、ただね急激に距離を詰めたりとかそういう方がねたまにいらっしゃるんですけども、やっぱりねそれってねお互い分かり合えないうちっていうのはこういう人だったらいいなっていう理想も入っちゃったりすると、勝手にねどんどんハードル上がってってちょっとした弾みでバーンって弾けちゃうこと多いんじゃないかなと思いますので、ぜひですねワンちゃんを通じた人付き合いも気をつけてみてはいかがでしょうか。